さんこんにちは。はい、お邪魔してます。どうも来てくれてはったんですね、はい、ありがとうございます。ご無沙汰してます。亀山の方から今日、はい、来てくれはってありがとうございます、はい、なんかね北村さんとまだねゆっくりお話ししたことがなくって、そうです ね、ちょっといろいろお話聞けたら嬉しいかなと思って、はい、楽しみにしてます、ね、ありがとうございますね。亀山のそのライトミュージックサークル、そうですね、はい、うん、正式名称なんて言うんですか。亀山軽音楽サークルというのが正式名称で、うん、一般的には略して KLMC、うん、いう名前で今と全部通しています。何年ぐらいやってはるんですか、ね、その活動は。 KLMC 自体ができたのが5年、うん、もうほぼ6年近く前なんですね。したがって KLMC 自体は6年ぐらい の、うん、まあ、経歴があるというか、はい、今何人ぐらいいてはるんですか。人数はね、うん、どうでしょうね、あ、すごいたくさん、ほとんど亀山の方ですか、はい、そうですね、基本の亀山の方か、うん、もしくは亀山で仕事をしてはる方か、もしくはそのグループの中で亀山の方がいてて、それ以外に例えば鈴鹿の方とか須の方とか、まあ、そういった構成で、ね、やってますね、はい、それ皆さんをそこに入っていることで、なんかこういう月に1回、ね、活動があってそこに来るとか、なんかそういう決まった活動っていうのは決まった活動は年に2回、はい、KLMC の自主企画のコンサートというのをやっています、うんうん、どちらでされるんですか。で場所の多くは亀山市文化会館 の、 コミュニティホールという、うん、コミュニティセンターかな、うん、という場所がありまして、まあ、そこは大きな大ホールもあるんですけど、そこにもちょっとこじんまりしたホールがありまして、そこで、コンサートに年に2回、うん、まあ、それ以外にいろんな地域のイベントであるとか、はい、もしくはそのレストランを借り切り、まあ、借り切りじゃないな、レストランに曲がりさせてもらって、うん、そこで演奏をさせていただくとか、はい、うん、まあ、そういういろんなイベントありまして、で特に秋ぐらいは非常に多いですかね、そういうイベントは。で冬は割とちょっと少なめ、うん、で春から秋にかけてイベントがずっと目白押しになると。でそういうイベント企画されて、はい、そのグループの方に出たい人をこう募るみたいな感じでされるんですか。そうですね、はい、まあ、基本的に在籍、その KLMC に在籍している方はどっかには出ていただくという形になって、まあ、例えばその先ほど言いましたレストランのコンサートにしても、うん、まあ、月に1回ずつやってますんで、じゃあ何月はこのバンド出てよとか、このグループ出てよとか、うん、まあ、そういうのはずっと事前に計画していって、うん、でそれを事前に各グループごとに準備して出演していただくという形になります、で KLMC コンサートというのは年に1回なんですけど、うん、それは基本的にはもう全てのバンドが出ていただくと、全てのグループが出ていただくという形になるんですが、ただなかなか準備が整わないとか、うん、まあ、いろいろメンバーの都合もあって、まあ、なかなか、ね、そんだけみんながね、同じ日に集まるもんだったら大変ですよね。そうですね、うん、へえ。それ入っておられる方ってこう、はい、ジャンルとしてはなんかこういうのが大体メインみたいなのってあるんですか。その KLMC の自体のそのグループというか、うん、まあ、正式メンバーというか、うん、まあ、そういうメンバーと、それとそれを KLMC の、まあ、有効メンバーに近いような、うん、まあ、KLMC に所属はしてないんですけど、うん、いろんな、ま、バンメンバーで出演していただくというメンバーがおったりします、でその中には例えば津軽三味線のグループであるとか、それとかハンドベルのグループとか、そういうグループもいますし、で当然フォークソングのグループもいますし、うん、あとロックバンドもいます、うん、幅広くいろんな方がいらっしゃるんですね、はいはい、まあ、音楽という名前がつけば、うん、まあ、まあ言い方変ですけど何でもというか、まあ、いろんなジャンルの方が出演であるとか、まあ、コミュニケーションしていただくという、そういうグループになります。そうなんですね、はい、いや北村さん自身は今どんな音楽活動を、僕自身は、うん、まあ、一番僕のルーツはその中でエクリプスというグループがありまして、うん、これ自体はロックバンドに近いような、うん、まあ、ポップスであるとか、最近バラード曲非常に多いんですけど、まあ、そういうところでベースを弾いてます。どんな音楽をされてるんですか。最近はスーパーフライとかってご存知ですかね、うん、知ってます、はい、知ってます、うん、そういうグループのコピーであるとか、うん、まあ、そういう曲が多いですね、はい、
もともと北村さんが音楽をされたきっかけみたいなんて、どんなとこから始まったんですか？もう本当に高校生の時の話なんですけど、ちょうど家にギターが置いてまして、そのギターをまあ分からないのにいろいろこう弾いてまして、でそれからちょうど当時っていうと、まあ、フォークソング関係では、例えば井上陽水であるとか、まあ、かぐや姫であるとか、まあ、そういうなかった音楽、でロックでいうと例えばディープパープルであるとか、まあ、そういうふうな、まあ、そういうふうなのをいろいろ聞きまして、それをコピーしたりということからずっと始めてまして、で二十歳ぐらいからですかね、いろんなグループに所属して、その中でギターであるとかを弾き出した。最初はじゃあベースじゃなくて、最初はギターなんですよね。でベースに変わったのが25歳ぐらいの時ですね、そこからもうずっとベース一本。なんかこうきっかけは何やったんですか？というかベースが決意になったという、よくあるやつですね。よくあるパターンなんですけど、そこからベース弾き出して、でベースやりだしたらベースベース面白いなということで、そこからずっとベースばっかり。ですか。なんかこう自分たちで音楽をバンドで作ったりとか、そんなもされるんですか？ゼロからの作曲も含めてやった経験ってあまりないんですよ。昔やってたバンドで、何回かやったことはありますけど、まあ、最近はちょっとなくて、ただ、まあ例えば既存の曲をいろいろこう手加えたり、まあ、そういったことはやりますけどね。ね、えでも多分年が結構近いん で、ね、ありがたいですね。そうだから私もやっぱり高校生ぐらいの時に、はい、そのディープパープルとかすごい、はい、聞いてて、はい、レインボーとかもすごい好きやったんですよ。そうなんですか。うん、そうそう、そいい、ね、見に行ったりしましたしね。はい、そうなんです。で私もからこう、まあ、ピアノもやってたけどギターやってた時があって。あ、そうなんですか。そうなの。で今となってはどうやって弾いてたか分からへんぐらいなんですけど。エレキギターですか？エレキ買いました、アルバイトして。あ、そうなんですか。うん、神社のね、巫女さんのアルバイトして、はい、冬休みにね。でそれで買ったのがエレキギターやったんですよ。ストラトキャスター買って、あ、はい、うん、でみんなでそのディープパープルをやろうとか言って、でバンスコアあるじゃないですか、はい、あれコピー友達がしてきてくれて、こんな束で渡されて、これやるからとか言われて、弾かれへんっちゅうねって感じで、でも結局なんか2月ぐらいにその後ね、学校で、うちの学校ってね、はい、冬にも文化祭があったんです。でそのバンドとかが出るための文化祭みたいなのがあって、でそこでエレキギター弾いて、なんかキスの曲とかね、あ、はい、チップトリックとかね、なんかそんなんを演奏したの覚えてますけど、どうやって弾いてんやろ。すごいですね。いや、ね、もしビデオが中に残ってたら見てみたいですね。もう笑いますね。そうそう、ね、でも今でもなんかその昔やってた時のそういう音楽とか聞いたりとかされるんですか？もう今はスーパーフライとかもうそっちですか？いや、そうでも聞くのはどうですか？例えばね、僕今その先ほど言ったグループではそういう曲をやってるんですけど、ちょっと他のいろんなグループにも所属してまして、いくつかね、はい、例えば宮本さんとかと一緒にやってるグループですと、今かぐや姫とかやってる、昔懐かしのかぐや姫なんですけど、でそういうとこでは先ほど言ったようなその、まあ、陽水だとかかぐや姫、昔のフォークソングですよね、そういう曲も結構やって、はい、ただ、僕はギターじゃなくてベースなんで、それにベースを合わせてやってるという、そんな感じでもやってます。やっぱ聞くのはそういう自分がやるような音楽を聞くっていうのが多いんですか？そうですね、聞くのはやっぱり自分がやる曲というか、そういう系統の音楽を聞くことはやっぱり非常に多いですね。なんかこれからね、皆さんでね、そのサークルでこんなことしたいとかっていうのってどんなのあるんですか？KLMC であるとか、まあ、亀山の音楽、まあ、そういう軽音楽であるとか、まあ、趣味で音楽をやってはる人、そういう人をもっとこういっぱいの人に参加してもらって、当然やっとる人だけじゃなくて、聞くのが好きやという人も含めてなんですよね。で例えばそういう我々がコンサートした時にもっといろんな人が来ていただいて、もっといろんな人の中でその KLMC が名前をちゃんと認識してもらって、でそれが活動として自立しているという形を作りたいなというのが今一番 の、 その
まあ、課題というか、はい、目の前でやりたいことですよね。個人がのその演奏がどうのこうのというより、その KDMC 自体のその、はい、なんていうかね、動きというか、まあそっちをもうちょっとちゃんとこう土台作りしていきたいなという、まあ、そっちが今一番、はい、そうなんです。チャイムが鳴ってしまいましたって。あ、そうですか。また授業行ってきますんで、なんかもっとねお話聞きたかったけど、はい、じゃあまた遊びに来てください、はい、じゃあありがとうございました。はい、また